はオーブン焼きを作りたいと思います。オーブン焼きなんですけども、あんまり馴染まないと思うんですが、イタリアの家庭ではオーブン多用しまして、フライパンでソテーっていうのはあんまりやらないんです。その代わりそのソテーをオーブンの中でやっちゃうっていうのが、皆さん分かっていただけるとものすごくオーブンって使いやすいと思います。これはオーブントースターでもできますので、ぜひお試しになっていただきたいと思います。今日は旬のアスパラを使ってやって作りたいと思いますが、細めなんで15分程度でオーブン大丈夫かなと思います。で、処理なんですけど、このままでもいいんですが、洗ってもちろん洗ってあります。で、これちょっと折ってみて、下の方、これこの折れたところの下は硬いと思いますので、オーブン焼きには入れない方がいいと思います。このようにポキンポキン、こちらに、耐熱皿、天板でもいいです。天板でも OK です。天板に直にでもいいですし、今日はクッキングシートを敷いていますが、後からこの油とおつゆが流れ出てきますので、それもったいないので、ちょっとこれも使いたいので、クッキングシートを今日は使ってます。入れました。で、ポイントはですね、この入れる天板にこう一段程度で収まるぐらいの量で、オーブンっていうのはちょっと特殊でですね、乾いた熱風で加熱していくわけなんですが、どん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 野菜の表面から水を奪っていきますので、乾いていくんですね。で、このままだともう干からびちゃうわけなんです。干からびちゃうと美味しさがなくなってしまいますので、ここでオリーブオイルが必要になるんです。今日はわら一本の緑ラベルを使いたいと思います。この緑オリーブオイルがですね、出てくる水分を封じ込めるんです。ある程度ちょっと量を入れていただいて、後からアスパラから水が出てきますので、その水と油が絡んで火が通っていくと美味しくなります。で、これだけでも今一つなんです。ここにやはり塩が入らないと美味しいオーブン焼きができませんので、これもこれに見合ったお塩を、そうですね、20本近くのアスパラありますけど、そうですね、小さじ半ぐらいのお塩、小さじ3分の1ぐらいのお塩を、ちょっと多めですよね、入れて、これで OK です。それでこれからあらかじめ、190度に熱しておいたオーブンに入れていくんですけども、そのままの入れっぱなしじゃダメです。で、大体これだと15分程度で焼けると思いますが、下のクッキングシートについたところ、触れているところから水が出てきますので、その水を全体に回してあげるっていうのがポイントになります。はい、じゃあこれからオーブンに入れていきたいと思います。190度で15分セットしました。こちらの中段より下にセットしていただいて、スタートです。で、このままで放っておいてはダメです。途中から水が出てきたのが見えてきましたら、全体にかき混ぜます。その出てきた水分とオリーブオイル、そして塩がその水と一緒に一体化して、その水で煮ていくわけです。それで竹串がスッと硬いところの方に火が通ったらもう出来上がりです。7分ぐらい経ったんですけども、見てみ、一回開けてみてみます。ちょっとこの水ありますよね、この水に、これほら出てきたでしょ。で、オイルとこれを一体化してるんです。これを混ぜてあげないと塩が吹いてますけど、混ぜてあげて一体化させるんです。この水がですね、またいい仕事するんですよ。これはアスパラから出てきた水なんですね。これで OK です。水がこうまんべんなくテカテカしてる、オイルも入った乳化した状態ですね。これまた入れまして、残りの時間焼いていきます。はい、焼き上がりました。時間経ちました。分解出します。で、このような感じになってました。色が綺麗ですね。ちょっと塩も吹いて感じになってます。これ途中でですね、竹串を刺して通して、ちょっと通ればですね、もう出来上がってますので、時間より手前で開けていただいてももちろんいいわけですね。出てきてます。はい、今日はこれそのままナイフとフォークで食べる場合、イタリア料理のフルコースでコントルノとして食べる場合はこれでいいのかななんて、長いままで盛り付けちゃいます。
っていうので気をつけなければいけませんね。こんな感じでしょうか。そしてもう一つですね、こう何かの、お供におかずとして出す場合はですね、あちゃ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 で、お皿に、ね、もしオーブントースターでやられる場合はオーブントースターちょっと温度が高いんで190度に設定できればいいんですが、できない場合は結構こまめに動かしてあげる、上が乾いて干からびないように注意していただければいいのかなと思います。焼き頃はやっぱり竹串を刺してですね、見てみる、火が通ったかどうかも見なきゃいけないですね。はい、これでできたんですが、このおつゆがすごいもったいないわけですよ。これだとこの方法だと、このおつゆをジャバジャバと入れて、おソース、こっちも入れて、ジャバジャバと。それで無駄がなく、残ったオイルはパンかなんかに浸して食べていただけるといいのかなと思います。これで出来上がりました。アスパラのオーブン焼きいかがだったでしょうか。いろんなお野菜でいろんなことを同じようにできますのでお試しください。最後に朝倉チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。